やっぱりそうですか。あれ、セラフィー、また何か伝言？え、ああ、いえいえ、風邪妖精仲間として彼女に進化について聞いてたところです。ん？進化？なんで？いやね、最近タマが進化できるようになりましてね。ほんのちょっぴりですが、悔しいというかなんというか。あ、いやいや、ほんのちょっぴりのちょっぴりくらいですが。ちょっぴりね。でもやっぱり上位種と戦ったりと結構大変みたいなんで、非戦闘系の私にはちょっと厳しいかなと。え？協力したいの？それなら私たちもちょっぴり協力するね。なぬ、マジですか？あ、ラーンみたいにマジとか言っちゃった。ん？タチモって何です？いいから。じゃあセイレン、その上位種を呼んでみて。いきなり？大丈夫ですか？多分大丈夫だよね。って誰に聞いてるんですか？アウィン姉さん、こっちに気づいてた？さすがなのです。しかし、セラフィーのために使われたようで、なんか釈然としないのです。ま、ミラージュ集めってことでいいだろう。そんな気楽な相手じゃないんだけどね。今だ！私の時代が来たようですね。もうどんなミラージュが来たところで。ダメダメ、今のはランとレーンが陰ながら協力してくれたから勝てたの。ええ、あの二人が？そうそう、少しは感じたんじゃない、セラフィーも。よくわかりませんが、ま、それならそれでいいですかね。じゃあ、少し色っぽくパワーアップした私のガーデンジェム、うまく使ってくださいね、ラン、レン。またそろそろあいつをぶっ飛ばしとかないとな。シバ！なんだ、どうした？アーク、滅びよ。あ？悪ってなんだよ。っていうかお前なんだ。私は芝族の絶対正義、完全に現れた悪を見逃すことはできない。はあ、何言ってんだお前。見たところその芝、
すでにマシンに侵されている。嘆かわしい、とても嘆かわしいことだ。いやこいつは別にそういうのじゃねえぞ。残念だ、早急に命を絶つことが賢明。私の氷で永久の眠りにつくがいい。はっ、なことさせっかよ。なんと、お前がネブラから抜け出したっていう男の芝か。なんか正義とか言ってたけど、人を傷つけてこっちの世界に来たんでしょ。どう考えてもお前は悪、正義は俺たち。くだらん、正義という大義の前では犠牲はつきものなのだ。そんなセリフを言うと大抵悪だって。覚えたくさいよね。私の霊気は全てを凍らせる絶対霊の君まだ。これでどうってことないって。頑張ったかな。破れるはずは。なんだかわかんねえけど、こいつは大丈夫だよ。俺のルシの力でこんな力を手に入れてるだけなんだ。ふむ、確かに言われてみればマシンっぽい悪意は感じぬな。ふむ、では詫びと言ってはなんだが、一つだけお前の戦いを手助けしよう。最初に何かをぶっ飛ばすと言ってたな。いつもスノーが殴ってるせいか、前よりは生命力も弱まってそうなのです。よし、なら今日こそは決着をつけてやる。メモ、ちゃんと弱点をついて長期戦にも対応。いいわね。今だ、二人とも。おおおお、ブリザガー、いてつけ術者。成功だ。しかし溶けてしまえば元の木阿弥だけどね。あ、そうじゃんか。じゃあこの後どうすればいいんだ。相変わらず爪が甘いな。斬鉄剣。よう見まねだったが、うまくいったな。おお、正義の一撃、お見事。姉さん。その呼び方はやめてくれと前から言ってるだろ。マジで助かったよ姉さん。人の話を聞け。あ、そうだ姉さん、村に寄ってセラに会って行ってくれよ。久しぶりだろ。だからお前はまず人の話を。